さあ、今からメイクをしてもらいます。今日のメイクは佐々木さんです。お願いします。イエーイ。お願いします。これは日焼け止め？日焼け止めです。日焼け止めと下地。うん。律子さんのロケとテレビと変えてるんです。テレビで下地だけ、はい、これです。日焼け止め、ファンデーション2色、これとこれです。ナチュラルです。粉粉のかかー軽くつる。2番、ちょっと黒目。ちょっと黒目です。でもあんまり色がつかないこれね、綺麗でも眉毛が私はめちゃくちゃ長いです。今日カットされちゃいます。整いました。まだ描いてないです。まだ描いてない。切りすぎちゃうと立体感なくなっちゃう。そうなんだよね。ちょっとです。切りすぎるとさ、書いてない時にさ、困るわけよ。あ、そうですよね。うん、2センチぐらいになるからね、私ね。そうですよね、すごい伸び、うん、マジで伸びてる。どんだけ伸びんのみたいな。ほっといたら目ぐらいまで伸びんじゃない。マジで。あ、昔なの、羨ましい。羨ましい。ずんして。眉毛はペンシルでこの辺整えるの。あ、そうで、ポイントこの下目に描いて、こっちを上目に描いて、ちょっと柔らかいナチュラル。柔らかい。こうカックンってすると怖い顔になるから。こことここか下、はい、をペンシルで整えます。そしてこれ、あ、そうです、パウダー、パウダー、アディクションのこのパウダーでぼかして立体感を作って、この眉毛なんていうの、眉マスカラ、眉マスカラ、眉マスカラで最後カラーで整えます。めっちゃいい色、ほんと。これいいですよね。ベースでこれつけて上から本当あのパスタ、パウダーをやってます。でいいもんね、うん。これおすすめ。私も買おう。3のこのチーク。めちゃくちゃナチュラル。この頬骨のこのラインに入れてます。パウダーも3、これ3です。パウダーも3です。
こんなカラー、いい、この色もダブルス。テルボーク、この色も佐々木さんいつも使いますいい色、これもやろうか。ライン入れます。この辺を使います。ライン、ラインをペンシルで引いてからちょっと、ぼかして、で最後リキッドでまた足してます。クレドポーのこの色で、ちょっとラインをぼかしてから最後またペンシルでリキッドでやります。ここら辺、この目頭のところにこの色を入れます。こういうのここに入れることによって明るくなるの、目が明るくなるそうです。入れすぎてもさ、あれだしさ、難しいよね。40後半な、もう50になるので、あまりギャルっぽくならないようにキラキラしすぎもちょっと控えないといけないですマスカラ、資生堂のです。リップはシャネル、このリップクリームめちゃくちゃいいです。私も使ってる、朝日さんにプレゼントしてもらってなかなか減らない、これ減らないですよね、うん、たっぷり入ってますね。本当に毛が伸びた伸びたね、伸びましたね、伸びた、すごい。リッチスタイル、オーバイエッフェ、コスメキッチン、へえ、コスメキッチンか、そのハンドクリームで、はいはいはい、洗わなくていい、いいよね。最近本当そういうの多いよね、全身使いますみたいな。でもなんかそれの方がいいよね、手にもね。そうですね、うん、この後顔触るので。そうだよね、これなら洗わず、ハンドクリームになるし、はい、自分のこれとこれ、この色、こんな色を混ぜてます。こんな発色になります。良い、いいよね、はい、アンプリチュード、ファンデーションと同じと、アンプリチュード、ルミコのお姉さんブランド的なやつです。いい色です。
エルボークはこんな色、いい色、いいね両方ね、はい、あ、そう磁石カチってなったすごいな完成です。こんな感じの仕上がり、いいね、ありがとうございました。メイクは佐々木さんでした。イエーイ